アムステルダム、黄金の湾曲この項目では、アムステルダムの運河について扱う。北のベネツィアと呼ばれる都市の一つでもある、オランダの憲法上の首都アムステルダムは、1 0 0トル以上の運河と、約90の島々、そして1500もの橋から成り立っている。3つの主要な運河である、ヘイレン運河、プリンセン運河、ケイザー運河は、いずれもオランダが、 黄金時代を迎えていた17世紀に掘られたもので、都市の周りを同心園状に巡っている。それらは、グラクテンゴルデルとして知られ、主要な運河沿いには実に1550もの記念建造物群が存在している。ヘーレン運河、プリンセン運河、ケーザー運河、ヨルダン地区などを含む17世紀の環状運河地区は、2010年に、 ユネスコの世界遺産リストに登録された。アムステルダムの運河システムの多くは、都市計画の優れた産物である。アムステルダムは、オランダ独立戦争を境に没落していった、アントウェルペンに代わり、16世紀末以降、国際的な中継貿易の拠点となっていった。ヨーロッパ商業の変化に適応するとともに、ジェノバに代わって、 国際的な金融市場の機能も備えて、急成長したアムステルダムの人口は、3万、10.5万、22万と急増していった。そうして17世紀初頭に増大した移民に、対応することと防衛上の観点から、アイワンを終端とする4つの主要な繁栄上の運河を含む、包括的な都市計画が立案された。グラクテンゴルデルとして知られる3つの運河。 すなわち平連運河、ケイザー運河、プリンセン運河は、主として、宅地造成のためのもので、一番外側のシンゲル運河は防衛と推理のために建造された。半円状の運河群は相互に繋がっており、ヨルダーン地区では、ビールなどの物資の運送にも使われる運河群が重なっている。また、本来防衛目的だった、境界線のシンゲル運河も、住宅や、 商業発展の目的に転用されて、今に至る。さらに、運河軍には100以上の橋が架か,かっている。ナッソー、ステードハウダースケードの防衛的機能は、堀、土類、幼少の門などにその面影を残してはいるものの、それら以外に、それらしい建造物群は見られない。しばしば運河もは、中心から外側へと順次追加されていったように、思われがちだが、 歴史家のゲールと幕が巨大なワイパーと呼んだように、その建造は西から東へと進められていった。北部から西部にかけての建造は1613年に始まり、1625年頃に完成した。1664年以降、南部の建造が始まったが、経済的に減速していたことから、その建造は父としたものだった。 アムステル川とエイワンに挟まれた地域を含む東部の建設は着工されることはなく、用地は公園、植物園、住宅、劇場、公共施設などに使われている。運河はあるが、あまり計画的でなく、きれいな環状運河網の続きとはなっていない。都市のかなりの部分は、干拓地で、それは、湖を意味する設備地名屋のつく、地名アールスメール。 ベールメルメール、ハーレマーメール、ワテルグラーフスメールなどから伺い知ることができる。以下の運河は、市の内側から外側へと除雪する。シンゲル運河シンゲル運河は、中世のアムステルダム旧市街を取り囲んでおり、1480年から1585年には、アムステルダムの外堀に当たっていた。その後、アムステルダムは、シンゲル運河の外へと拡大した。運河は、 アムステルダム中央駅近くのアイアンから、ムント広場に流れ、アムステル側と合流する。アムステルダムの半円状の運河地区の一番内側に、当たっているが、黄金の17世紀には、環状運河地区の一番外側にもう一つの、シンゲル運河が建設された。世界遺産登録名にある、シンゲル運河というのは、その一番外側の方のシンゲル運河である。 内側のシンゲル運河の言語はシングルで、外側のシンゲル運河の言語はシンルグレークトなので、内側をシンゲル、外側をシンゲル運河と区別する文献もある。冬の平蓮運河 A、蓮運河は17世紀に建造された三運河では最も早く建造された。その名は16世紀から17世紀に都市を統治した商人層にちなんでいるとされるが、 オランダ東インド会社の設立者にちなむとも言われる。最もファッショナブルな区域は黄金の湾曲と呼ばれており、この運河の両岸には特徴的な外観の建物が並ぶ。その間口と奥行きは規格化されているが、その正面を飾るハフ壁が特徴的なのである。三角ハフを発展させて階段状になったトラップヘーブルを備えた住宅が見られ、 特に1617年に裕な醸造家、バルトロッティが建てさせた階段ハフが特徴的な邸宅はイタリアルネサンスの様式を取り込んだオランダルネサンス様式の代表例とされ、現在は演劇博物館となっている。その隣の家も特徴的でハフ壁の中央部分だけが垂直に伸びたハルスヘーベルを備えた邸宅となっている。 以上は17世紀前半の様式だが、近くには18世紀フランスの古典主義の影響を受けた、ノキジャバラ様式と呼ばれる様式の家が並ぶ。ケーザー運河ケーザー運河は、三運河地区の二番目の運河であるとともに、最も幅広い運河である。皇帝の運河を意味するその名前は、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世にちなんでいる。ケーザー運河沿いの建築には、 ヘーレン同様に階段ハフや野木蛇腹様式の建物が見られるが、その中でも118、120番地の間口の広い建物は近代建築の先駆者の一人であるヘンドリック・ペトルス・デルラーヘが暮らしていたことで知られている。また、対岸にはオケト系を模したようなハフ壁のクロックヘーベルの建物が見られる。ハルスヘーベルとクロックヘーベルは、 トラップヘーベルよりも後の形式で、いずれも美しい装飾性を備え、18世紀末まで好まれた。1671年に穀物商人ファン・レイが建てさせた邸宅は、18世紀に内装がバロック様式に改修され、現在はファンローン美術館になっている。プリンセン・ウンガ・プリンセン・ウンガは、アムステルダムの主要運河の4番目で、最も長い運河である。 河の運河を意味するその名前は沈黙港ウィレムにちなんでいる。運河沿いの建造物群のほとんどはネーデルラント連邦共和国の黄金時代に建てられたものである。運河に架かる橋はヨルダーン地区にはつながっていない。ヨルダーン地区とはかつてスペインやフランスでのヒカトリックに対する弾圧から逃れてきた人々の居住区となっていた歴史地区である。 プリンセン運河沿いの観光名所としては、北教会、北市場などのほか、アンネ・フランクの家がある。アンネの家は1635年に建てられたものだが、18世紀に裏側部分が増築され、アンネたちが隠れ住むのに使われることになった。最教会は、プリンセン運河とケーザー運河に面する高さ85メートルのプロテスタントの教会堂で、 1620年から1631年にかけて建造された当時としては世界最大級のものだった。現在はホモモニュメントが隣接している。ズワネンブルグワル運河はアムステルダム中央部の運河と街路である。画家レンブラントと哲学者スピノザが住んでいたことで知られ、レンブラントの家は博物館になっている。2006年にはアムステルダムの地元紙、 ヘッド・パロールから2006年にアムステルダムの最も美しい街路の一つに選出された。ズワネンブルグワル運河はセイ・アントニウス水門からアムステルダム川へと流れている。運河は当初ベルベルス運河と呼ばれていた。染物市の運河という意味で、かつてのこの地区では繊維産業が機関的だったことによるもので染められた織物が運河沿いに干されていたものだった。 ブロウェルス運河は、アムステルダム中心部にある運河で、シンベル、ヘーレン、ケーザー、プリンセンの各運河が平行なのに対し、それらの北端を縦断するように垂直方向につながっている。この運河のある街路も、前期、ヘッドパロール紙のアムステルダムの最も美しい街路に選出された。クローフェニールスブルグワル運河クローフェニールスブルグワル運河は、ニューマルクトから、 アムステル川へと流れる運河で、中世紀の旧市街の縁にあたっている。ニューマルクとは現在は広場になっており、その名前とは裏腹に、アムステルダムに残る最古の市場である。17世紀にその東側に人が住むようになり、1812年以降、オランダ王立文芸科学アカデミーが入っている、トリップ兄弟の家のような大邸宅も建てられるようになった。トリップ兄弟は、 富裕な武器商人で、煙突は9方を模している。クローフェニールスブルグワル運河は東インド会社の本社に近く、その役人たちからも好まれていた。ちなみに、東インド会社の本社屋は、現在アムステルダム大学の一部となっている。ラモング運河、ブランタス運河、ラモング運河、マジャング運河、セラング運河の4つの運河は、アムステルダムで最も新しい運河である。それらは、 市中心部の北東、アイワンに浮かぶ人工島のヤファ島に1995年に建造された。運河にはアムステルダムの伝統的な運河沿いに並ぶ邸宅を近代的にアレンジした住宅群が並んでいる。それらはオランダの若手建築家19人の作品である。どの建物も幅4.5メートルの四内市五階建てで統一されている。 多くの観光客が訪れる場所から外れてはいるが、アムステルダムの観光案内を題材としたデザインも見られる。運河には歩行者やサイクリストのために装飾された9つの金属橋が掛けられている。外縁のシンゲル運河よりも内側にある運河群は、その運河に沿って金質的な建造物群が並び、オランダ黄金時代の優れた都市計画を今に伝えている。 1995年にアムステルダムの歴史地区として暫定リストに登録され、2010年に世界遺産リストに正式登録された。登録対象となっているのは、プリンセン運河、ヘーレ運河、ケイザー運河、内側のシンゲル運河の4運河とそれに相外路である。外側のシンゲル運河に隣接する地区、あるいは内側のシンゲル運河よりもさらに内側の視聴者、 レンブラントの家、アムステルダム大学などがある区画は、干渉地域ではあるものの、世界遺産登録地域ではない。登録地区にはすでに述べたトラップヘーベル、ハルスヘーベル、クロックヘーベルなどの特徴的な外観を備えた、邸宅が見られ、17世紀から18世紀に、倉庫街だった、建造物群も残っている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。登録にあたっては16世紀末から17世紀にかけて設計、建造された都市計画がデザイン的にも技術的にも同時として革新的なものであったことやその規模が大きかったこと。そしてそれは国際商業の中心的港町だった歴史的な。 姿を伝えるものでもあることなどが評価された。正式な登録名は、セブンティーンス、センチュリー・キャナルリング・エリア・オブ・アムステルダム・インサイド・ザ・シン・ルグレイクと、ゾーン・デ・カナックス・コンセントリークス・ジュ・ジュ・ジナナナ・イーシエクルは、エル・アンテル・ユール・ジュ・シンル・ルグレイクとアムステルダムである。その日本語訳には、微細な揺れがある。ありがとうございます。